しぐれさん、あなたのここにある装置を使って。ニルバーナ構想というのは何かの計画ですか？石屋根源という人物をご存知ですか？あなたの夢の中に出てきたのです。縁田翔馬くん、あなたどういう関係か。さあ、今日はまだアビスの言わなくても分かってる。ソムニウム内の光景は全てしぐれさんは容疑者。何か明確な根拠がないか。解放するしかない。まあ仕方が。いろいろと聞きたいことですが、これからちょっと予定が入っ、今夜10時、もう一度情報はそこでご提供する。ではまた後ほど。失礼します。あれ、しぐれの見送り。そっか。でそのぐらい。そうだ、なれね。さっきのソムニ、それからショ。だからしぐれは確実に二人のことを知っ。なのに今夜10時。タマ、13時ちょっと。約束の時間まであと。とにかく二人は今。スマホの電源が切れてるか。 GPS。 じゃあ推測、翔馬くんは。うんうん。不登校。そうらしいわ。ま、考えるのは後だったら。翔馬くんは自宅。ええ、あいつもこの観覧車。伊勢丹の屋上遊園。源さんはお店か港の倉庫街。前に聞いたことがあるんだ。じゃあ目的地スタート。ゲンの姿、やっぱりお店の方に。あ、見てよ。あいつは知ってるの？あ、前にちょっとだけ。なんか不思議な過去。コスプレイベントの帰り。すみません。あの、ちょっと。お前、どういうこと？あいつは何を企んでる？私の勝手。お前に話す。す、別に。ああ、目障り。わかった。ならばは実行の日は迫っている。必ず阻止しなければ。の計画？言っちゃったわね。あの計画ってなんだろう。さあ、そんな計画存在し。だったら家族計画。まあ何にせよ、かなほっときましょう。別の場所へ。うわ、何を。翔馬くん。ええ。ってことは。わからん。とにかくここで UFO を呼ぶ儀式。いや。じゃあ別。
翔馬くん、ホラケンの所長。なんでそんなこと知ってるに決まってるだろう。犯人はテアラだけど。だから協力してもらいたいんだよ、テアラーの正体を突き止めるために。スマホの電源どうして入れる必要がないから。学校もし差し支えなければ見ればわかるじゃん。僕は一人ぼっち。あの震えって人と同じで。震え？ネットに記事が載ってて、あの人の体調、病名とかはわからないけど、何か持病が、幼い頃から病弱でずっと入院してて、授業は病院で受けてたって。その記事に、なんかかわいそうだ、1でも十分寂しいのにさ、それが2分の1になっちゃう。え？しぐれだよ。君は彼女のことを知ってる。じゃあナイクスのことはどうだろう。しぐれはナイクスの主催の。そんなことどうだっていいじゃない。よくなんか。テアラーは間違いなく QR 動画と関係してる。その動画を作ったのはしぐれを主催とするナイ。だから何なの。お願いだからそっとしといてほしい。どうして僕。悪いけど父さん思い出したくないんだ。その動画のことはよく知らない。僕が知ってるのは。そういえばまだ詳しく聞いてない。動画の暗号を解いた人間は世界の秘密を知ったけど、君は消えてない。そんなこと。僕は暗号を解いただけで、ただ一つだけ確かなのは、バッツ490はニルバーナトライアルとは違って。ニルバーナトライアル。何を読んでるの。エッチな本じゃない。ロボット工学の専門。ほらね。どこがだよ。だって縦書きにしてよ。ここに読んだらエロね。今ネット中でめちゃくちゃ流行ってる動画、最初にアップされたのは、そこから一気に拡散して動画を見た人が実際に何人も。なん、リュウキ、その動画を見つけた。いや、後にしておくよ。それは QR 動画やバッ。さっき言ったじゃん。だから誰も姿を消してなんかいないし。でもニルバーナトライアルは、あれはゲームじゃなくて本気のやつ。なんていうか、ま、君も見たの。うん、怖くてちょ。だけど次から次へと死。タマ、失踪者。日本国内の失踪者の数は年間でおよそ1週間につき平均で1730人ぐらいの。ちなみに今週は1800、平均より150人増えてるけど。ごめん僕。いや、鍵は開けっぱなしでいいから。嘘でしょ。いっちゃ自宅に赤の他人を放置し。とにかく僕らも。リュウキ、押し入れの中に。はい。芸事や笑いの神様、昔昔そのまた困った神々は会議をして、その時ウズメちゃんは腰を引きすると、まあ、洞窟に隠れていたアマ。なに、なに。というわけでアマテラス、こっそりと岩戸を開けて、そこをぐいっと引っ張り出され。うずめちゃん、これぞ芸人。芸事や笑いの神。そっか。どうしてここ。ちょっと源さんに聞きたいこと。よくわからないのですが、今はそっ。元気256倍。さあそれ。パチンコで5万。押すな。すれない。すれるわよ。どういう意味。源さん、初めて聞いた名前です。本当に。ええ、誰なんです。ナイカトレッツ。ナイクス。うん。実在するんですか。
と僕もそう思ってたよ。でそれでとある装置を使ってしぐれの、そしたらその中に源さんの、そうですか。しかし同じようなマスクをかぶって、そんなはず。もしくはしぐれが一方的に源のことを、ニルバーナ構想について何かの計画ですか？だと思うけど、残念ながら。ねえリュウキ、あの目の様子が、うん、そうだ、ああそういう、さっきね、しぐれ、ニルバーナ構想。え？ニルバーナ構想につ、ねえ、ゲンさん、マメちゃんにどうすれば喋ってくれるようになるかな。アマメはクイズが好きだから、何かクイズ。ねえ、マメ、人類最後の男の部屋をノックし、ダメか、答えはブッブー、それも外れよ。正解は LGBT 世の中に男と女しかいないと思う。弱りましたね。ああ、もしかしたらあの曲、待っててください。ありがとう、ケンちゃん。なんかちょっと、うん、いつもの甘めに。まあ、私はただ、でももちろんさ。うん、あの倉庫街は思い出の場所なんです。それで毎朝市場に仕入れに行った後、必ず仕入れには毎朝、ええ、肉屋さん奥の冷凍庫、
扉が引っ…どうして？ちょっと鍵…あの冷凍庫、鍵がついてるの？はい、まあ冷蔵庫の方は使える。ええ、作り置きができないので毎日一から全て作ってるんですよ。ちょっとネットで名前、私オカルトとか陰謀論とか。じゃあニルバーナコースについては？それもネットでオカルト系のまとめサイトに載ってたんです。そういう名前の不穏な計画が。でも書いてあったのはそれだ。本当です、本当な。私前にと本当に。そしたら源ちゃんが。源さんが。え、ええー、まあ。タイトが。人に録音してプレ。それは。カセットのポータブルプレイヤーです。実物を見たのは初めてだよ。私もらっ。カセットテープ。いつもこの中に入れて持ち歩いてるんです。へえ、すごいな。源さんって料理だけじゃなくて曲お恥ずかしい限りです。はあ、長いし二人ともしぐれにか。でもだとしたらどう。まあとにかく今はひとまず。失恋したとか。まさか私は。ただパチンコで5万すっただけです。ほらね。マジかよ。龍騎、なんか疲れてるみたいだけど。結局重要フォローって一番精神的に応え。少し休んでいったら。うん、いつものように癒しを求めてね。ん、ライオン、こんなところで何してるのかしら。行ってみよう。ああ、空を見てた。空を。前に言わなかったっけ、俺小さなパイロットになるのがいい。お、うわ、この公園静かで。わかるよ、一人で考え。確かに。でも実はさっきその場では引き受けるってやっぱ断った方が。依頼って秘密の。そっか、事情はよくわかる。今夜あの施設に潜り込む。もしかしたらあそこに前に行った時は空振りだ。まあいいや、とにかくその依頼だから。そんな顔すん、元気出してく。あの施設さあ、今夜っていうのは今日でしょうね。頼んできた。知らん。つうわけで、なんか大変みたいだけど。ところで龍騎。ああ、そういえば。見てみる？ああ。すみません、再生していただ。うむ。Thank you.
その龍騎大丈夫。なんで、どうしていきな、知ってた？地球って僕今ずっとそフリーズしちゃったモブキねえ、それはこっち、あの動画を見、気がついたらこんなことに。そうだタマ、21今夜10時。まずい。嘘でしょ。死体を調べる前に菩提から話を。仕事はね、ある偉い人を助けることなんだ。ああ、パパはプロだからね。この人は犯人じゃなさそうだね。ええ、容疑者からは助。お前が22時にここに来ると、それでお前をこの部屋に通したんだ。そうしたら、ああ、あ、そんなもん、自分の部屋に監視カメラをつけるや、確か主催は警察から戻ってきて、この部屋に入る。俺は主催室に常駐してるわけじゃない。普段は部屋の外で待機していて。しぐれは14時以降、そのはずだ。部屋に出入りした人間は一人もいない。14時よりも前に誰かが、それもないな。知ってると思うが、このビルのセキュリティ、階段や通路には大量の監視カメラが、誰にも気づかれずにここに入るなんて。リュウキ、監視、確かにしぐれ以外に、ちなみに、とにかく俺はナイクスの連中に。わかりました、ビルからは誰も出さない。了解だ。それにしても、私はその気になれば蘇ることができるので。一つ確かなことがあるわ、リュウキ、室内を見て。つまりシグレはここで、こ、犯人はおそらくテアラー。テアラーはどこかでシグレを殺害し、でもどうやって出た方法もわからないわ。もしかしてまだ部屋のどこかにいるとか。いいえ、さっき X 線で調べてみたけど人影はなし。じゃあやっぱりどうにかして。おそらく逃亡経路と侵入経路は同じなはず。というわけで龍騎、そうすれば同じと侵入経路。わかった。始める前に一つ言っておくわね。窓のある方が南、滝のある方が北。うるさいわね、方角がわからないと不便でしょ。だから教えてやったんな。なんでそんな。いいから始めるわよ、ちゃっちゃと動いて。
それをくるくる回すと出てきたりは。さっきも言ったけど室のこの机もそう。テアラーはどこ。そして右半身全体的に無機質な部屋だ。この像鉄で。しぐれの右半身ね。これまでの死体と同じように切断に用いられた器具はいずれも同じ。生きたまま切られたっていうのもね。つまり同一人物。そうだから死亡推定時刻は今からおよそ3時間。私たちが代々木公園に。この どういうこと？机の正面の板に数字型の金ね。こうしてまるで僕らのために用意。一体誰がこんな。とにかく今はそれより。どうしたの？しぐれの子宮内に出産の痕跡と言っても、産んだのはつい最近のことじゃないわ。少なくとも。じゃあしぐれには。ええ、だけど戸籍にはそん出生届も出されてないし、国内の。床の中に何かあるわ。レールかな。これ隅の像から池の方。壁に何か埋め込まれ。暗証番号の。でもこのフレーム何か動く。さっきのレール伸びてる。この向こうにかなさそう。この滝の奥の壁、タングステンでできた X 線を遮蔽する物質だから、壁の向こうがど。
なんだろうこれ。それとサーモモードで見えたってことは発熱、多分電熱線か。なんか出て赤外線。普通はサーモモードでも視認できないんだけど、それで光線が粒子にぶつかり散乱した結果。光線は南東の方に向かって池を横切る感じで対角。赤外線ちょうどこっちは北。とりあえずあらかた知らずれじゃな。犯人がどうやってこの部屋を出たのか、その謎を解き明かしていくんだね。そう、というわけでまず気になるのは電磁石のレールだね。レールはこの像から池の方に向かって伸びていた。うん、もしかしてこの像レールに沿って動くように。像は鉄製だし電磁石に引っ、多分普段はリモコンでもそんなものだったら。たま、磁石持ってるわ。っていうか持ち歩ける程度の磁石で。ええ、それじゃあ。ああちょっと待って、実際に動かすのは本番の時でいいから。本番？撮影の本番よ。カメラを回してフィルムを完成させる時のこと。なんでそんな。うるさいわね、監督の指示に。この像もさっきと同じ。床下のレールは行くってことは、まあそれ以外にな。それじゃあさ。てんねえ、大部屋に戻すぞ。そっか、実際に動かすのは。うん、大事なセットが破損して。この裏には暗証番号、その番号はもう。いいから分かってるが。いや分かっててくれないと。この程度の謎に手こずってるようじゃアビ。というわけで入力するのは、you
いや、ち…上出来よ。多分だって実際に私だって本当にその数字さてとこれにてリハーサルは終了よ。それじゃあカメラを回すから。リュウキ、今回のあなたの役はここから逃走する犯人よ。真っ二つにしたしぐれの右半身をここに。大仕事を終えたあなただったけど早くだけど普通に出て行ったら監視カメラに。ここに入るとき犯人は何か特別な方。さあそんな気持ちと状況を踏まえて演技を始め。あのさ、うっさーい。行くわよ。よーい、アクション。私はしぐれを殺した犯人だ。ある理由があって死体を運んできたぞ。さて用も済んだことだし早くここを立ち去ろう。相変わらずほっといてくれね。床下に埋め込まれた電磁石のレールが池。これは鉄製の像を磁力で引っ張る仕掛けで実際は犯人はリモコン。とりあえず強引に。何か反応。南西。なるほど。像。となると次に犯人がやったことは。同じくこっちの像もリモコンで動かしたはず。じゃあ初めて。ちょっと待って。トガキを声に出さないでくれる。それに何。監督に口答えすんな。あいざらな。早く早く。いいわリュウキ、それを。いやでもさ。いいのよ、このシーンはモノローグで犯人の心。よし、血の像もレーザーに反応した。そっか、こういう仕組みになってたんだ。で、さっきの番号490109と。隠し扉。これ隠し扉っていうかエレベーターだよ。ほら扉の。
ここはビルの最上階、下り専用のエレベーターってわけね。押してみよう。これでティアラーの逃亡経路は分かったわ。侵入経路もね。ティアラーはこのエレベーターを使ってシグレの右半身を室内へ。そして同じくこゾーイ、とにかく降りてみましょう。確かなのは地下ってこと？ええ、深さ、そのせいで電波は完全に遮断、ネットワークには接続できない。とにかく何か手がかりが見つかるかもしれない。なんだろう、何かの装置か。解析できないの？ここからじゃ爆発物とか毒ガスとか。つまり開けて、多分ね、箱ね。なんだか気、何かの儀式を行うため、生贄を捧げる。少なくともアイロン、しぐれのやつ、ナイクスは宗教、カルトフレーバー満載よね。ここにもナイクス、ノナプレックス、上の方から砂が、天井がもろくなってるみたい。もしかして、うん、やめといた方が。どうして？いや、大丈夫だよ。多分って、いずれにせよ調べないわけに。おけつにいらずんば、おじは M、 いろいろ間違ってるけど。に誰かいるわ。なんだよ。え？どうしてあんな姿に。何言ってるの？とにかく。おい、待て！
ボス。赤点取った。